知事が来る。ガチャガチャってなったな。うるさい？じい大丈夫？はるかさんお疲れ様です。茶屋長さんも遅くなっちゃった。ごめんなさい。最近日付をまたぐシステムになってきました。私のインスタライブ。今の今までまたお話し合いをしておりました。えらいこと。夜型。夜会議。ね。忙しいね。ああ、遅くまでお付き合いいただいてありがとうございます。まだソロズデイ、サーズデイなのにこんなに夜更かし、死ぬ祭り。はあ。今日も無事に、ハンドメイドマルシェの全体会議第3回目が終わりましたよ。同じ内容をだいたい3日、4日連続話すんですけど、参加者さんが毎回変わったりすると、やっぱり話の流れとか内容って変わってきますね。同じこと話しても質問がいろいろ違う。いろんな質問を答えていると、またその質問を聞いた人が思うことが違うから、また違う質問が飛び交う。そんな感じで、なんか1時間から1時間半のイベント、会議なんですけど、いやー、ごめんなさい、遅くなっちゃった。夕方の8時に行けなかったです。3ヶ月ぶりにお仕事の会合でした。茶よなごさん。うわ、忙しかったんやな。ああ、ご苦労さん。なんかさ、その3ヶ月ぶりの仕事の会合とかでさ、3ヶ月ぶりになってくると疲れるね。ピシャってならない？お疲れさん。ますみさんも遅くまでありがとう。会場で一瞬、なんや？茶よなごさん、なんや？一瞬何があったの？トムトムさんもウェーブありがとう。みゆきさんもキヒカさん起きてた。うわ、キヒカさん起きてたぞ。エミさんもウェーブありがとう。のりこさんもありがとう。ペルトさんの声が響きました。どういうことや？なんでや？え？あ、812がオンだったんか。ごめんなさい、チャイナゴさん。チャイナゴさん、ごめん。いや、一回途切れた。あー。トムトムさん、こんばんは。お疲れ様、エミさんもこんばんは。開いてしまった。ちょっと待って、チャイナゴさん、えらいこっちゃ、それ。大事件やんか。でもね、私、思ったの。ライブを聞きながら電話かかってきたら、なんか電話に出れちゃうね。ライブ聞きながら、うん、ライブの声が電話に聞こえるのない？そういうの LINE 電話かな。なんかライブを聞いてて、誰かのそのまま電話に出たらライブの声が聞こえてるんですよ。それはどういうシステムですかね。なんか男の人の声でいっぱい喋ってから、誰といるのって言って、いや、ライブがそのまま声になってるよっていう感じ。マイクオンになってる。あ、オッケー、これでどうかな。大丈夫かな。ナオミさん、お疲れ様。お子様大丈夫でしたか。うん。あのね、上のお兄ちゃんと真ん中が大喧嘩してて、それでなんか、それを仲裁した感じ、主人が。それが声が大きい声が出たっていう感じだったわ。両犬が両成敗っていう結論でした。お疲れ様ね。恵子さんの声も響かせときました。キャウナゴさん有名人。やるじゃん。3ヶ月ぶりの会合で、思いっきり81にアピールみたいな。ありがとうございます。チャイナゴさんのおかげで812が有名になります。ありがとうございます。ひまわりさんお疲れさん、ハードで大変ですね。私も聞いちゃったーやって、あ、開いちゃったーやって、あー、ひまわりさん遅くにごめんなさいね。でもありがとね、聞こえた、ありがとうやって。むつきさん、ハムちゃん寝たか、今からか。ハムちゃん今から活動、今から活動やな、ハムちゃん。そう、今ね、
マスクを塗ってるんです、マスク。ほら、見て、久しぶりに、また今度ベージュのこれ見て、ボコボコ無地のマスク。そう、間違って生地を買ってしまったとか言った、それがもう全然そのままで、男の子は激しいですもんね。そうなん、エミさん、なんか上のお兄ちゃんが腹が立ったんか知らんけど、首根っこ掴んで引っ張ったみたい、それが怖かって嫌やったので大きい声で泣いた。それを主人がちょうど仕事から帰ってきたところで見つけた。そしたら、なんじゃ帰ってきていきなりそんなみたいな感じで大きい声が出た。そしてお母さんはライブナウでごめんなさいね。ライブをしてる時にたまたま起きた。もうなんか、でもなんかな、違う、なんかそういう大きい声出してやりとりというか喧嘩するのって、私正直苦手なんですよ。なんか嫌だな、大きい声を出すのって、なんか嫌だね。なんかちょっと、なんかうちの中のか、なんか煮詰まってるとこがあるんかなってちょっと思いましたわ。あんな大きい声、なかなか主人が大きい声出すこともないんですよ、普段ね。びっくりしましたよ。だから、うわ、誰が怒ってるって、主人も怒ってるのってなってびっくりした。だから、なんかちょっとみんなが気が詰まってるんかな、私のせいかもしれないなってちょっと思ってるの。なんかこう、なんていうんかな、なんていうか、家の中に男の人しかいないでしょ。うちは5人家族で4人が男なんですよ。そしたらね、一家の大黒柱がね、主人のようで実はお前なんだよって言われて、そうだなと思って、奥さん、だから結局私が潤滑剤だったりするんかなって、男ばっかりになるんで、私がいないとね。そう、だから私がうまく機能していないとこういうことになるんだなと思って、私がもっと潤滑剤になるべきなんだなって思いましたよ。チヂミのマスク、ひまわりさん、チヂミじゃなくて、なんかちょっとね、なんていうかな、ボコボコっとしたワッシャー加工みたいな、ほら、わかるかな、わかる、このシワ加工、こうボコボコっとしたのベージュの生地でマスクを塗っていますよ。そう、チヂミも買ったけど、結局布の裁断が全然できてないの、もう全然何もかもが追いついてなくて、お恥ずかしいですけどね、ものすごい、なんかもう全部がダメ。あ、寝る前にお邪魔します、アプリコットさんもありがとうございます。なんか家の中の空気が私のせいでどよっとなってるなって思いましたわ。なんかイライラしてるんだな、みんな。ちょっと私があかんなって思った。なんか私がちゃんとしないと、家の中が穏やかにいかないって思いましたわ。でミシンしながら言ってごめんなさいね。そう、なんかいいのか悪いのか、コメントがすごくゆっくりつくから、ゆっくりお返事ができます。山田むさん、こんばんは。アンジェリカ・ドルフさんもこんばんは。福あきこさんもこんばんは。私の今の悩みは、ハッピーバースデートゥーミーの投稿に44件もコメントをいただいてしまいまして、いただいた、それのお返事が44件がなかなかだってなっているのと、 DM もたくさんいただいたので、そのお返事がとてもじゃないけど追いつかない。はあ、どうしようっていうところで今悩んでます。ごめんなさいね、お返事遅くて、せっかくお気持ちたくさんいただいてるのにごめんなさいね。なかなかちょっと個別のお返事が追いつかないで、書けないでいます、ごめんなさいね。でも一つずつ大切に読ませてはいただいてるんでね、ありがとうございます。なんじゃむつきさん、福あきこさん、こんばんは。むつきさん、九州は大雨被害がひどいし、東京は感染者数が過去最多になり、不安なことが多いですね。気持ちだけでも穏やかに過ごしたいものです。そうなんです、うちの母の里がなんか浸水してますわ。ちょうどそのテレビに出てるエリアなんですけどね。はあ、困ったですよ。もう人生がなんか変わっちゃうね、あんなになってたら。水が引かないっていうことはどういうことかで、いつまで経っても水に浸かってしまっているっていうことは、どん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 建物も悪くなるだろうなって思う。その一瞬濡れるだけでも嫌ですけど、浸水が長いことなるともうね、どうしたらいいんでしょうねってなる。みゆきさん、電池切れで入り直しました。次男さん大丈夫でした。みゆきさん、そうなん、あのなんか今日結局は兄弟喧嘩、兄ちゃんと次男の喧嘩で、それを仲裁したお父さん主人も大きい声が出たっていう、なんか家族の不協和音って感じ。私のせいですわ、私がちょっと潤滑が足りんっていう感じです、ごめんなさいですよ。
母は強し、そして心の基地はお母さんなんですよ。だってトムトムさんが素敵な言葉を言ってくれた。トムトムさん、私もちょっと最近それを思うの。だから私の状態が悪いことがこうなるの。うちの男子が全員崩れるの。だから私がこうしっかりしてないとうまくいかないの。男4人が。女モテる女ってつらいなって言っとこか。トムトムさん、うっとうしいやろ、私。エミさん、お母さんがバタバタしてるのが伝わるんですかね。そうかもしれない。バタバタとかいっぱいのことを抱えているのが伝わる。今私学校の役員さんも今年させていただいているので、昨日もその会議に行ってたんですけど、学校の役員会は役員会でまたいろんな問題を抱えている。なぜならコロナだからなんです。もう学校の年間行事も、いつもと違ってぐちゃぐちゃで、運動会の予定はどうなってるんですかって、もうそれも全然まだ目処が立たない。で、例年のようにやっていた行事も、だから密の禁止とか、そういった感染予防の観点から毎年恒例でやってたことももうできない。でもやらないといけないこともある。それはじゃあどのようにするとかいう話し合いになった時に答えが出ない。なぜならコロナだからなんです。みんなコロナの中でどうやって役員会をやっていったのか、役員の仕事をそれぞれにやっていったのかっていうことを経験してないから、みんなが答えが難しいですよね。年間予定とかどうするっていう話をしたくても、感染予防に努めないとってなったらなかなか難しいっていうこととか、だからこのマルシェのこととかライブのこととかね、ペルトのこととか以外にも結構いろんなことが立て込んでるの。明日は次男の予防接種に病院に行くとかね。ね。月さん、おめでとうございます。だって。ありがとうございます。そう、エミさん、無理しなくていいと思いますよ。ペルトさんが今大変なのは皆さん分かってますから。だって。ありがとうございます。優しいな、エミさんはいつも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 優しい。そう、ナオミノーズさん、じゃあマナミノーズさん、マナミノーズさん、コメントありがとうございます。ひまわりさんもいらっしゃいませ。やな、こう一点大変ですが頑張ってくださいね。マイペースですよ。だって。なんかさ、こういう時皆さんがさ、やっぱ人生の先輩だなって思いますわ。いろんな私の経験してない子育てだったりとかね、ライフステージを皆さんの方がやっぱり先に経験たくさんしてらっしゃるから心強いな。なんか私は今中学生の上の子と4年生と2年生の下の子連れて3人で各家族、主人は仕事が忙しい、自分も仕事が忙しい、これで近くに近所にね、実家はない、親戚もいない、なんとか5人で生きていく、これを回していくのがつど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 いろいろ毎回難しい壁にもぶつかりますわ。それもね、私の家は家庭円満ですよ、うまくいってますよ、全然うまくいってますよみたいな風なのかな。私、うちの家はどうなんかしらってよくわからない。あんま大きな喧嘩は本当はない。私と主人も喧嘩はしないので、基本的にあんまり喧嘩とかはないんですけど、それでもほら、うちの家庭は完璧ですよみたいにはとてもじゃないけど言えない。なぜなら私が完璧じゃないから、母親としても、妻としても、嫁としても。そうだから、皆さんのアドバイスいただきながらちょっとずつやっていきますね。そう、頼りにさせてください。えみこさん、こんばんは。元気やー。 前代未聞の経験。本当ですね。みんながそうですよね。だからそれをみんなでどうしたらいいかなの経験ですよ。それも一つの経験。いつか笑える日が来るんでしょうね。それで前代未聞じゃなくなるんでしょうね。これがきっと、あの時のコロナ、2020年のコロナの時はこんな風にしてたよなんて言うんでしょうね、きっと。今が一番大変なだけで。はるかさん、うちの小学校は今年度の PTA 行事が全て中止になりました。なるほど。でもそうなるよね。なんかだから私も今年度の PTA にならせていただきましたけど、どうなるんかなっていうところね。はるかさん、だってどうしようもないですもん。活動のしようがない、密禁止、感染予防ってなったらどうしたらいいんでしょうかって。
母がいろんなことを頑張ってるな、子供たちは見てくれてるよ、頑張って。だってキイカさんが優しい、今日は説教部屋じゃなくて優しい部屋やったって言っとくよ。怒られそう、またあんたいらんこと言わんといてって言われそう、またキイカさんに怒られる。し、寝たわって思っとこう。あの姉さん、し、寝たよ。し、内緒やで。遠いえ、どい。トイレダイ、笑ってる。はい、トイレダイが笑ってる。はい、あなたは、ウェアムフロー、ウェアムフロー、ウェアムフロー。あなたはどこの方で笑ってるのって聞いとくよ。トイレダイ。ひまわりさん、思うけど楽しいはずの給食とかも楽しくないんでしょうね。あのね、ひまわりさん聞いて、ちょっと楽しくなったの、これでも。6月に入ってすぐの給食は、パン、チーズ、ゼリー、牛乳終わり。こんだけ。パン、チーズ、ゼリー、牛乳、終わり。だから感染予防の観点で汁物とかおかずはない、うつるからっていう可能性、給食当番もない、配膳もない、で配膳し終わったものが教室にもう半分冷めて運ばれてくる、それをみんなで分け、みんな席について先生が置いていく。絶対配ら、子供たちは入り乱れない、密の禁止、ぐちゃぐちゃにもならない、食事はもうまっすぐみんな前向いて食べる。なんかさ、そういう給食からやっと先月末ぐらいからかな、メニューがちょっとずつ増えてきて、やっとなんか食事らしい食事みたいなのが取り戻せてきた。そう、それまでは給食が、えげつなく少なくて、ちょっと胸痛いぐらい、夕方におにぎりこうしとくぐらい、本当になんか給食がとてもじゃないけど少なかったんですね。やっとです、やっと今日カレーだったって、うわっカレーが食べれたのって言えるようになってきて、ちょっとずつメニューが回復してきたみたい、ちょっとずつ前の楽しい給食になってきたみたい。そう、ちょっとだけ前も、最初は本当にえぐかったですわ。ちょっと私も悩みました。いや、マスクされてないペルトさん、モモケンシンさん、そう、もう2ヶ月ぐらいになるのかな、マスクを外して配信をさせていただいてます。いや、不作でごめんね。 そう、子供たちも学校生活大変そう。うん、大変そうですけど、ひまわりさん、でもなんかやっぱ楽しいみたい、家でいるより友達の方が好きなんだね。うん、楽しそうです。毎日お友達と遊ぶ約束して帰ってきますわ。行け行けって言って、宿題後でええわって言うけどできなくて泣いてるの。 ね、どこも一緒かな。 うん、フェルトさんも多忙ですわ、コロナがなければ。コロナがなければは考えるのはやめたかな。コロナがなくてもあっても私多分忙しくしてますわ、おそらく。私結構常に詰めるので、予定を詰めて詰めて詰めるんですわ。だから、コロナがあってもなくても多分今頃むちゃくちゃ忙しくしてますね。トムトムさんだから言っちゃうけど、本当にコロナが例えばなければ、ね、今日何日や、9日でしょ。もう私長野に向かって走ってるんですよ。で、長野、今日はもう搬入をしてるの、長野のイベントで。信州ハンドメイドフェスタだったかな、信州クラフトハンドメイドだったかな、信州長野の大きなイベント、この3連休じゃないな、この金土日のイベントだったんで、金土日かな、土日かな、なんで私は、コロナがなければ今長野にいたと思いますよ、トムトムさん。結局トムトムさんのそばにいる。 そう、お綺麗ですね。どうした？モモケンシンさんが疲れてる。でもありがとう。マスク外してもよかったら、こんなブスですけど仲良くしてください、モモケンシンさん。トウエドイ、I'm from 横浜。あら、日本人じゃないのかしら。ああ、横浜。あんた何人？横浜、Hey 横浜、I'm from 福井、福井、福井、福井。Hello。 なんで日本語喋らない？ はいはい。ああ、ミナボーさんや、ペルトさん、お久しぶりです。だって、こちらこそ、ミナボーさん、お久しぶりです。最近どう？順調？ぼちぼち？まあまあ？それとも絶好調？どっち？みつき、むつきさん、
完璧な人間なんていないですからね。いろんな人との出会い、結ばれ、自分の欠けている部分を相手が埋めてくれたり、逆に自分が埋めてあげたり、そうやって人間ってできていくと思います。修行ですね。そうかもしれないな。でもおかげでいろいろ経験させてもらってるかなって思う。いろんな人とのやり取りを毎日毎日経験させていただいてね。そう、お月さんとのやり取りもその一つだと思いませんか。はい、トウェイドイ、また笑てる。はい、トウェイドイ、笑てる。はい、トウェイドイ、横浜で笑てる。どうした。風のようにやってきて、トイレドイは笑てる。OK! Your smile is very good! 笑うとけ!笑うとええことあるよ!ね!もう外人だろうが何だろうがね、何でも笑うとくの。はは、笑えばいいだって。笑う笑う。今日はね、今日も一日会議かな。話し合い会議、話し合い会議の一日でしたけど、でもおかげで楽しいですよ。ステイホームでこんなに顔つき合わせてお話しできる機会ができるって文明だねって思いますわ。ズーム、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 ズームにやっと慣れてきた。そろそろ私、ズームの有料会員になった方がいいのかしらって思うようになってきました。なかなかのズームの頻度。私は無料の無課金ユーザーなんで40分でズームが切れるんですわ。悲しいなって、そう、貧乏なの。タマコさん、また遅くにお邪魔します。ほんまやな。トモコさん、今日はマスク縫いながらの配信。マスクを縫う。ちょっとね、ちょっとずつですけどね、前に進んでいきますよ。ね。そう、マスクを作りますわ。ね。そう。なんかさ、今日会議で、なんかいいことを聞いた。私、間違ってたわ。そう。長いお付き合いになる人こそ大事にしてくださいって言われました。私それでハッとしました。皆さんのことやって思ったの。それやって思ったの。なんか皆さんのことはもう仲良しだから大丈夫だとかさ、皆さんとはもう長い付き合いになるから大丈夫だとかって思ってしまって、新しいお客様のことの方を、あ、こんにちは、初めましてっていうのを大事にしてた。でもそれが逆だったっていうことを今日言われてハッとしました。私はちょっと間違ってたのかもしれないな。なんかどっちを大事にした方がいいのかっていうか、どっちも大事なんですけど、私はあんまり仲間外れは好きじゃない。だからなんか仲間内同士でワイワイやってるとこに初めましてって行くのがすごい勇気がいるような輪にはしたくないと思っていたんですけど、でもそうじゃなくって、長いお付き合いの人のことを大事にしたらいいっていうのを今日会議でそういう意見が聞いて、なんかハッとしたな。私は皆さんのことをちょっとないがしろにしてたり甘えたりしてたとこがあるかもしれないなって思いながら聞いていましたよ。はあ、日々反省、日々勉強ですね。さあ、今日の東京の感染者数は過去最高とか聞くと怖くなりました。そうなん？えみさん、そうなん？私テレビ全然見てないからわからないわ。あ、そうなんや。東京の数増えてる、増えてる。なんか東京の数どんなったんやろ、どんななったの？なんか毎日でしょ？そりゃ怖いな。なんかまた前に戻りつつありますね、エミさん。トムトムさん、そうです、コロナがあったからペルトさんと出会いました。うん、そう。でもコロナがなくても私は名古屋に行ってるよ。ご縁があったんですわ、きっと。あってもなくても私とトムトムさんはそういうご縁がきっとあったと思う。どっかでは絶対遅かれ早かれ出会ってたんだと私は思っていますよ。コロナが、コロナがあって本当人生のターニングポイントみたいになりそうなぐらいの大きなイベントですけど、コロナは。だけどさ、過ぎてみたらさ、コロナだからコロナだからって大騒ぎしてたのはほんの数年だったわねっていう感じで笑える日がいつか来ると私は思っていますよ。みなぼうさん、ぼちぼちですよ。おっしゃ、マスク作りに追われながら次はエコバッグ。東京220人、検査数が増えたからこんな数字になってますよ。220人？なんじゃ？どうした東京？
そうなん？稲坊さん。怖い。むつきさん、テルトさん、私だってダメダメですよ。昨日は生検があって麻酔が切れたら痛みがひどくて、今日は痛みで死んでて、夜ご飯やっとカップヌードル食べましたからね。それはダメダメじゃなくて、それはダメとかじゃないわ。しょうがない。お大事にしてください。しんどいな。私もそういう検査したことあるけど、一日気分が落ちた。痛いとかしんどいとかじゃなくて、それもありますけど、一番最初に気分が落ちた、これをあげるのが嫌やった。なかなかでしたよ。月さん、今日しんどかったやな。嫌やったね。嫌やったねっていうか、しょうがないのかもしれないけど、そりゃしんどいよ。カップヌードルをそんな中で食べてる睦月さんがちょっと胸痛いな。そんな時ほどなんかおいしいものを食べて気分晴らしてほしいな。でもなかなかですよね、一人だと。そう、なかなかそうはできない。なんかよう頑張ったって思ってあげませんか。自分によう頑張った、ダメダメとかない、今日はよう頑張った日って思うようにしませんか。私は睦月さん、よう頑張った日って思いますよ。たむたむさん、信州クラフトフェスティバルですね。去年私も出かけていきました。やっぱり私たち出会う運命だわ、トムトムさん、きっと。私だってそれめちゃくちゃ張り切って一番でっかいブース借りましたもん。借りましたもんね、借りてましたもん。嬉しそうに。一番でっかいブース。で、それが延期になりまして、延期になったのが来年のゴールデンウィークに延期になったみたい。信州クラフトフェスティバル。なんで、また来年何もなければゴールデンウィークは長野県かもねーって言っとくよ、トムトムさん。アプリコットさん、娘はある夢のために11年頑張ってきましたが、コロナでその夢が絶たれました。でも子供ってすごいです。気持ちを切り替えて次の目標に向かって頑張ってます。コロナでもみんなと力合わせて前に進んで頑張りましょう。うわ、何やったんやろその夢って。その夢を聞かせてもらいたいな。11年思い続けた夢って何やったんやろ。それが今年叶うんだったんだね。次の目標が見つかる強さはすごい。でも11年越しの夢が砕ける瞬間って、私ちょっとそれ想像できるじゃないけど、わかるな。私も2020年は人生集大成でも言っていいぐらいに夢が叶う1年になるはずだったんです、正直ね。私も次の目標決めて頑張りますね。アプリコットさん、ありがとう。長いお付き合い、イエーイ。 本当やな、むつきさん。ひまわりさんもイエーイ、ありがとう。検査数が増えたと言っても怖い人数ですよね。倍じゃん。倍じゃんっていうか、検査数が増えても多くなかったら多くないんですよ。そうでしょ？検査数が増えて、その増えただけ多いってことは、検査できてなかっただけの話。いないときはいないんだから、そうでしょ？なんじゃ、東京200人超えてどういうシステム？どうなるの東京。またどう止まるの東京ね。アンジェリコドールさん、東京の感染者数が多いのは主に新宿区のホストさんたちの集団検査で分かった数です。私はそれ以外にも集団検査してほしいです。なるほど。満員電車とか。なるほど。そうだと思う。本当にそうだと思う。やばいね。うつしうつされでもうわけわからん。フェルトさんに慰めてもらえたから、明日からまた頑張りましたって。今日が一番頑張ったから、明日はぼちぼちね。ぼちぼち行こう、ぼちぼち。明日もまだ体はしんどい。生検の後ってそうですわ。そう、気持ちでどうこうじゃない。体がそれ回復しないといけないから、ぼちぼち。明日はぼちぼち。今日は一番頑張ったから、明日はぼちぼち。そう。ね。ひまわりさん、本当いつか笑う日が来ますよ。きっとそう信じて前に進みましょう。そう思う、私も。またここからね、頑張りますよ。みなぼうさん、東京びっくりでしょ？しかも無症状。本当にどこにコロナが潜んでるかわからない。昨日はスーパーの入り口で過剰に消毒しておるおばあちゃんにポンプの押すところの、これとやばいわよねって言われましたよ。そうやな。それも気になるようになってくるわ。でもその数字を聞いたら怖いね。隣の人かもコロナかもしれないって思うね。早苗のじさん、ありがとう。
むつきさん、ちなみに大阪も感染者が今日は30人でじわじわ増えてきている。本当やな。かなやさん、かずさん、こんばんは、元気？そうだね。大阪もなんか京都も出たとか、なんかかんかって、また必殺あれだよ。福井県は出てないけど、金県が出てるってやつや。またこれ。またこれな。ほんで、また福井が出ないのよ。ね？福井が出ない。でも、隣の県が出始めるの。で、隣の県が出てるのに、福井は出ないの。福井は出ないから大丈夫だーなんだよ。福井は出てないからなぜか奇跡的な福井って優秀って思ってるの。そしたら福井が一人ポッと出た。それがあっという間に全国トップレベルに感染者が増えて、福井が一番全国トップレベルに危険な街に変わったの。それよ、またこれかって思う。もう嫌だよ。もう嫌だよ、福井県。本当になかなか危機だった。経験してるんだったらみんなで防ぎたいって思いませんか？エミさん、コロナは嫌だけど、コロナのおかげでベルトさんに出会えたことはとっても幸せです。長いお付き合いお願いします。私も思う。この出会いは感謝。なんか同じ痛みとか同じ悩みとか同じ苦しみをみんなで通り抜けた仲間だから、きっとね、ずっと続くと私は思ってる。なんか普通のお客さんとか店員とか、普通のチーム、普通のお付き合いと私違うと思う。あのしんどい中、みんなで毎日耐えた。毎日耐えた。この経験って多分同じコロナはもう起きないから、今後ね。って思うと、一生に一回の経験を私ら一緒にしたんだなって私は思っていますよ。みんなで、もう二度とないわ、こんなことね。だから二度とこんな仲間はできない。こんなすごい仲間は二度とできないって言えるぐらいの仲間だと私は思っていますよ。アンジェリコさん、弟が今年4月、福井から東京へ移動したばかりだね。都内だから私は心配。福井に帰ってこい、弟さんって心底思うよ。って思いません、アンジェリコさん。私思うわ。もうなんでこの後に及んで、このタイミングで東京行っちゃった。福井安全だよ。安全でもないか。でも東京心配やわ。気をもむ。私も東京におば杜氏がいるんで、心配ですよ、東京って聞くと。おばとおじはなんか、うちは郊外やからって言うけど、でも言うて東京ですよねって思う、私は。満員電車も乗って通勤されてるみたいなんで。たまこさん。さあ、あとちょっとで。あとこんだけ。こんだけ縫う。30個。とりあえず表布を縫う。ね。そう、ちょっとでも。マスクを縫う。具体的に動く。今祈るのはもう感染者数も心配ですけど、被災しないこと。そう、避難所訓練、コロナの中で避難所訓練なんてありえない。そう思いませんか？あんな密な避難所生活、ありえない、ありえない。今はどうか災害にも遭わないこと。コロナは自分でステイホームで防げる。でも災害は自分でステイホームで防げない。これを守りたい。どうにかどうにかね。今九州の人が大変ですけど、なんとか力になれるように私も頑張っていきますね。アンジェリコさん、私も思います。福井ならまだ自転車通勤で済ませてた。あ、そうなんや。満員電車ややわ。なんか福井なんて言うて知れてる街なんで、満員電車なんてありえないですよ、あんなぎゅうぎゅうな。なんか私東京行っても満員だから、次の電車でいい子って思ったら次の電車も満員なのよ。結局満員なのよ。結局東京は満員電車なんだなって思った。そう、そんな中で感染予防ってマスクしたとて、うつるときはうつるよねって思ってしまうな。ああ、七色さんや。寝ようかと思ったらペルトさん配信してたから、一緒にマスク作りしてますよって。あ、そうなん。私も今日は表布を縫っていますよ。おそろありがとう。でも夜更かしぼちぼち切り上げような。私もこの後シャワー浴びてもへこいて寝る。へこいて寝るって言ってもた。そう、アプリコットさん、娘はある団体競技で全国制覇を目指していたのですが、冬の大会で優勝して、この夏の大会で優勝したら悲願の制覇だったんですが、大会がなくなり、団体競技で密なスポーツなので練習すらできていません。なるほどな。来年はないもんな、そういうのって。来年もう一回はしたい。だから2020年もう一回したいよね。思いませんか？2020年縁起いいからもう一回したらっていうのは本当それ。
ねえ、はるかさん、キャンジェリコさん、はるかさん。うちは神奈川ですけど、都内に通勤している人が多いから、家庭に持ち帰り子供に感染して学校でクラスター発生したらと思って怖いです。そうなん、結局そうなん。結局そうじゃん。結局さ、家族なんだよ。だって帰ってくるもん。ね、一緒に暮らしてるとやっぱうつるよって思う。もらってきてね。福井も結局それですよ。家族。会社は時差出勤で時差退勤してますが、まあまあ混んでるとのこと。だって東京は都会よ、アンジェリコさん。って私は思うよ。ぶつきさん、これから台風シーズンにもなってくるので、皆さんは非常食や飲料水の確保、懐中電灯やラジオ、乾電池含め少しずつ備蓄してくださいね。本当やな、私懐電池もうないわ。ちゃんと見とく。ぶつきさん、いつもありがとう。本当やな。へえ、笑てる。ナナヘロさんが「へえ」で笑てる。どうしたの、ね、へえ」って「へえ」こいて寝るからか、喜んでる。 へえ」こいて寝るわで笑た。なごさん、マスクを差し上げた方にペルトさんの話したら、インスタライブ覗いてくれたみたいで、すごいコミュニティですねと言ってもらいました。すっごい嬉しかったです。だってそうなん。ちゃやなごさん紹介してよ。おーいって言うよ。こんちはーって。ちゃやなごさんのお友達、こんちはーって言うよ。ちゃやなごさん、水くさいわ。お友達紹介してって言っとくよ。あ、うとしい。うとしいな。あの女なんなんて、あの出っ歯の膝元みたいな女どんなって感じ。ごめんなさいね。でもチャイナゴさん、よかったらお友達紹介してください。仲良くさせてください。これもご縁って思っていますよ。有名人、チャイナゴさん有名人、私の中でかなりの有名人。 ね、なんか久しぶりにミシンしながら配信してますね。アンジェリコさん、ムツキさん、飲料水と乾電池がそろそろなくなりそうなので準備していきます。わかる。私も乾電池がない。飲料水も買っとくべきか。なるほどな。私も買っとくね。ムツキさん、いつもいつでもありがとう。さあ、今日何時から始まったか覚えてないけど、そろそろ今日は終わっとこうかな。あと5、6枚塗ったら終わるね。なんか、むつきさんとかみんなでこうやって備えておくのは大事。なんかさ、結局お母さんとか私たちですよね、主婦があれこれ家族の、ね、備蓄だったりとか、家族の安全の確保、日常の生活の確保、そう、いろいろ備えておくのはお母さんの仕事かな。みんなでこうやって声かけ合うのって素敵やと思いませんか。私はうっかりするおっちょこちょいなんで、こうやって言っていただくと助かるな。電池と飲料水買っときますね。ありがとう。あ、知らんかったんですわ。ほん、こっそり見てくれたみたいで。あ、そうやったんや。次はなんか、私、ちゃよなごさんの友達ですよって言うてくださいねって言っててくださいね。そう、ぜひとも仲良くさせてください。大事な大事なお友達。なるほどな。こっそり見てくださったのも嬉しいな。ね、よかったら。ね、何でもお聞きやすくお使いくださいね。エミさん、母が認知症で施設に入っているんですけど、いつになったら面会できるのか。ああ、かわいそうで。ああ、そんななるんやな。あ、感染予防で面会は控えてくださいってこと？本当やな。寂しいよ、きっと。そのエミさんも寂しいけど、お母さんが寂しいだろうなって私思うな。お母さんの方が、私も結構にこれで入院生活とか長かった方なんで、なんか外の世界の人たちいいなってずっと思ってた。お見舞い来てくれたら嬉しかったしね、やっぱり。面会とかね。帰るよ、また来るねって言われた瞬間のあの寂しい感じとか、ずっと覚えていますよ。きっとエミさんのお母さんもそうなのかもしれないな。ね。胸痛いね。お母さん、寂しいだろうね。はるかさん、うちの旦那は市内で車通勤、時差通勤ですが、こちらが本社と東京に支店があって、旦那が行くことがあって怖い。うー、そうなんだよ。結局東京に行くのが怖いね。東京の人に失礼ですけどね。あんまりそういう、こういう時にあんまり、やっぱり結局あちこち行かないことが大事。で、一回習ったからもうちょっとそれをちゃんと実行しないと、また同じことの繰り返しをもう一回することになるんじゃないかな。
むつきさん、アンジェリコさん、少しずつ備蓄するに限ります。一度に買うと諭吉さんが羽ばたいていくので、ほんとそれな。ちょっとずつやろう、私も。でも5人分はちゃんと確保しないとね。離れてるかのくんのことがとても心配です。わかる、ともこさん。私もです。ねえ、なんかこの間かな、満州院のギフトが届きました。49日、4月の末に、実は身内に不幸がありました。私、地元の方でね。でもお悔やみにも行けなかった、コロナだったからね。その49日の法要が、お悔やみに行くこともなく終わってしまったというか、終わった。こんな時なんでね、法事ができない、葬式できないっていう感じ。それはわかるんですけど、こんな感じでお別れになっちゃうんだって思いましたね。なんか寂しいね。で、なんか初盆にも帰りたいけど、近くて遠い徳島帰りたいな、実家に帰りたいなって思うけど、感染が増えてきている今、実家にこう帰っていいのかとかね。むつきさん、私は2リットルのお水をケース買いして、1本使い始めたら1本買い足すようにしています。なるほどな。なるほどな。常に1ケースあるっていうことか、家に。そしたら新鮮ですもんね。むつきさん、しっかりしてるな。アンジェリコさん、むつきさん、はい、私も少しずつ買い足ししてますが、コロナで止まってました。私もそうなん、コロナで止まってたの。なんかチャンネルがおかしくなったんかしらん。なんか買い物にあまり行かない感じのシステムになっちゃったかな。むつきさん、アンジェリコさん、コロナで一番大変だった時は、物が品薄でしたものね。エミさん、完全にわからなくなっているわけではないので、でも田舎から離れるのは嫌だというので、今は施設にお任せするしかないですね。それはそう。ただ、ちょっと寂しいなーって思っているかもしれないね。エミさんが寂しいってことは、お母さんも寂しいってことだと私は思っていますわ。ね。さっき私、実家に帰りたいなって思ってるからかな。よく母に電話をしますよ。大して用事もないのにね。もしもし、お元気？って毎日聞いてますわ。こら元気やわなって思いますけど。毎日毎日、もしもし、お元気？って電話してる。母にね、私、徳島に帰りたいんですよ。ちょっとね。子供たちに孫のね、顔も見せてあげたいし、中学生になった上の子の姿もこんな大きなったんよって、ああしてあげたし、去年の夏からかな、帰ってないんですわ。去年の夏も帰ったかな、帰ったかなぐらいだから、ね、今しかないでしょ、孫が小さいうちに。ね、ばあちゃん、ばあちゃんって言っとるうちに、なんかたくさん帰ってね、孫の顔を見せて、親孝行。大してできないですけどね、私なんか。いつもいつも。でもなんかそういうのしたいなって思っても、無理なんかな。ともこさん、大阪の子供たちに会いたいけど行くことも罰。東京に帰ってきてもらうのも罰。仕方ないですね。それなん、ともこさん、ほんとそうな。だから私も徳島に帰りたいのも罰。福井に遊びに来てとも言えない。そう。一緒だ。でもほんとそうだね。寂しいな、ともこさん。わかる。私もですよ。帰りたいな、実家に。ちょっとなんか、はーって、実家のいつものリビングのとこでゴローンってして、はーってなりたい。なんかそれだけでリセットできる何かがあるんですよ、実家ってね。時々恋しくなりますよ。アプリコットさん、みんないろ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 あるけれど、一日の終わりにペルトさんとみんなでおしゃべりしたら、また明日も頑張るぞーって皆さんから元気もらえます。明日も笑顔で頑張るぞい、それだ。私もそう思ってる。今日より明日、明日より明後日、なんか前進していこうって思う。だってぼーっとしてても寝てもさ、平行いててもさ、いつもいつも日付がどんどん変わっていって、どんどん進んでいく。ぼーっとしてても忙しくしてても、みんな等しく進んでいくんやから、私はなんか落ち込んでても笑ってても進んでいってるって思ってる。前進ね。そう、今はバタバタで追われてますけど、みんなとやったら楽しいな。毎日毎日だってこんなに話することある？私、友達めっちゃいっぱいいる気分ですよ、この何ヶ月ずっと。毎日毎日お話ししてる。こんな幸せありますか？
私は恵まれてますわ、ほんと。ね。エミさん、ペルトさんに愚痴を聞いてもらってしまった。ペルトさんにはいつも教えていただいてばかりですね。そんなことないよ、エミさん。エミさんに教え、エミさん、どうした、エミさん、疲れとるぞ。エミさんが今日はお疲れまーだ。私がそうさせてるんですわ。私がそういうことを言うとみんながなんかそうなるの。だから私が疲れてるのかもしれない。でも私疲れてますけど、いい疲れ具合ですよ。この後頭ベタベタだからお風呂に入りますけど、もう絶対気持ちいいですわ。ってさっぱり、私リフレッシュみたいな感じで、もういい汗かいた、いい仕事したつもり、大して仕事してないけど、そう。でもなんか充実した疲れっていうのはなんか全然愚痴が出ない、何も出ない、愚痴出ないよ。ああ大変やったけどお疲れちゃーんっていう感じ。私はこれぐらいが好きかな。なんじゃ？ってことで、屁こいて寝ます。おやすみなさい。あぶりことない。屁こいて気に入ったな。屁こいて寝なや。パジャマはおズボンの中に入れて寝て、おへそ出して寝たら風邪ひくよ。ね、そんだけ。あとは屁こいて寝なさい。そういうこと。アンジェリコさんは、屁こいて寝るー。おやすみー。アプリコットさん素敵。アプリコットさん素敵。屁こいて、そう。アプリコットさん素晴らしい。そう。むつきさん、今日は課金だし、何？あ、花金か。ちょうど美味しいもの食べたいな、皆さんも。美味しいもの食べて気分上げよう。私も美味しいもの食べたいな。花金、美味しいもの食べたい。なんかちょうど1週間前になるんやね。静岡でお寿司食べたの。あれ美味しかったな。静岡のお寿司美味しかった。なんか贅沢、久しぶりにさせていただいたっていう感じ。静岡のお寿司美味しかったですよ。ね。さあ。私もこの切り目を入れてひっくり返す。まだポケットが全然ですけどね。そうそう。もうすぐ切り込みを入れて終わろうかな。これしたら終わろうかな。これしたら終わろうかなって、なんか次々仕事して全然終わらへんやんっていうやつ。アホや。この切り込み入れたら終わりますわ。これね。お寿司いいな。なあなあ、むつきさん、静岡ってお寿司おいしいな。なんていうお寿司屋さんやったか忘れた。寿司日和じゃないな、寿司なんとかっていうとこなんですけど、静岡のお寿司おいしかったですよ。すごくネタが分厚くて大きくてお腹いっぱいになる、おいしかった。お寿司おいしかったよ、えみさん。なんか久しぶりに贅沢しましたが、もうずっとね、子供たちと100円のくるくる寿司にばっかり行ってたんで、でもそれも我が家にとってはものすごい贅沢なんですよね。だから子供たちと美味しいね、美味しいね。魚菓子？魚菓子だった？アプリコットさん寝てるやん。屁こいて寝とらんやんか。起きとるやんか。屁こいとらんやんか。アプリコットさん。屁こいてないぞ。屁 こけー。こらー、アプリコットさん、へいこけー。 もうなんか夜中に何言っとんや、私。魚菓子やったんかな。魚菓子やった？ 回っていないお寿司屋さんですか。長いと嫌だけど、やっぱり自粛しかないのかな。おうち時間も慣れてきたはずなのに、就職を願うばかり。でもひまわりさん、おうちにいられるのは幸せだわ。なんかおうちが流されてる。被災された方のあれを朝からずっとニュースで見てると、お家の中でステイホームって言える幸せを私はちょっと思ったな。うちもね、近所の川がいつ氾濫するかわからん状態だったんです。実はすごい怖かったですよ。夜中に結構な水量になったのかな。だからうちも浸水するかもしれないっていう感じでちょっと怖かったんですね。だから人ごとじゃないんですわ。だからお家でステイホームしかないのかなは、幸せなことで、私は今度はこのステイホームで楽しめるエンターテイメントっていうのが自分で企画できた。そう、それはいいことかなって自分で自分を褒めるの。ステイホームも悪くないなって。ステイホームで感染予防のリスクを下げるマスクは私なりに、広めてきたつもり。ただそれがね、今度は
感染予防をしながら、エンジョイライフ、エンジョイマイライフ、そう、エンジョイユアライフ、そう、それをちょっとご提案できた。見て、30個分。そうそう、すごくない？喋りながらできたよ。回ってね、お寿司屋さん、おいしかったよ、むつきさん。揚げ揚げで週末乗り切りましょう。私も毎日楽しい。ありがとう。オッケー。私は販売会祭りするぞ、この週末は。販売会祭り。もう在庫一掃。在庫一掃してるんですけども。もう在庫がない。在庫ゼロ祭りですけどね。うん、なんか、販売会祭りするよ、この週末は。一気に。販売会祭りっていう感じで頑張ります。私もポケット作らなきゃ。今週はまだマスク1枚も縫っていない。みなぼさんも頑張ろう。私もポケットがまだ全然表布してるだけ。ともこさん、大阪の娘がちゃんと食べなさいと牛肉とフグを送ってくれました。優しい。こんなことが幸せやって。ともこさんの娘さんの心意気のええこと。そんな娘さんを育てたともこさん。娘さんきっと心配してるんやわ、ともこさんのことって思うな。なんか心配してるんだと思う、ともこさんのことね。今日お寿司食べようかな。食べろ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  寿司を食べろ。もうな、食べな。なんか自分がそんな整形して、何でも食べていいんやったら、もうちょっと自分にご褒美し、今日はめっちゃ頑張ったぞ、むつきさん、マジで。私もそういうのしたことあるけど、マジで心折れるよ。なんじゃ、本当になんか心がブルー。もういい、もう贅沢しよう。うまいもの食べたら忘れる。嫌なことも忘れる。で、そのうまいものが体の栄養になるの。むつきさん、今日は寿司。寿司食いねーだよ。寿司食いねー。いっぱい喋ったよーん。ペルトさんにも元気もらってるけど、キロココさんとこに遊びに行って元気もらおう。そう、私ね、実はね、1時間前までキロちゃんとずっと喋ってた。1時間半ぐらいずーっと今日キロちゃんと喋ってるの。ずーっとキロちゃんと喋ってる。ずーっとお互い電話で喋ってるの。 会議もずっと一緒なんで、キロちゃんと1日喋ってます。今日キロちゃんと気合いすぎて、本当にどうしましょう。お互いに本当にぴったんこなんです。正直何でも腹割って話し合える本当に素敵な友達が、私初めてです。ハンドメイドの中でお友達が、こんな気の合う友達ができたのは初めての経験。もうぴったんこなの、全てがね。すごいタワーだ。そう、アンジェリコさん、30枚ずつね、布をカットして、表布を30枚ずつ、こう、30セットっていうんかな、30セットずつの布のカットっていうのをもうして、ストックしておこうっていう考えで。見る？これ見て、すごくない？花柄の祭り、これすごくない？じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃん。これ何個や？1、2、3、4、5、6、2、7、8、9、10。20、20、20、20で40、20、20、4、4、4は3、20が4種類で何？1、2、3、4、4種類、20枚が4種類で何枚や？ 80 か。ね、まあまあ貯めてるでしょ。ここが、この人たちがまた10、10、10、10、20枚、100枚か。表布の100枚。ここにも15枚ぐらいいる、黒い人。そう、115枚。そしてこれが30枚。145枚っていう感じで、表布をたくさん大量にストックを今していっていますよ。そんな145枚も表布があるのに、内ポケットが全然ないの。 どうすんべ、この塩梅の悪さ。 けどちょっとずつ前に進む。ちょっといろんなことに備えて、マスクがいつでもたくさん作れる状態にしておこうかなって思うようになりましたよ。すごいって言ってくれた、えみこさん。むつきさんも30枚すごい。ともこさん、東京はどこにも行けないから、販売会やマルシェはめちゃくちゃ楽しみですよって、嬉しい。私、ともこさんの期待に応えれるように頑張りますね。そう、たくさん作って抽選しないでいいぐらいにしないといけない、私ね。頑張るね。ちょっとミシン頑張るわ。ちょっと会議しとる場合じゃない、ミシン頑張る。ね。
ていうか、ともこさんが買い物してくださらなくても私と一緒にいてほしい。ともこさん、うん、私と一緒にいてください。一緒に笑おうね。むつきさん、めちゃ笑った。寿司食いね。そう、寿司食いね。そうだよ、寿司食え、寿司食え。もう寿司じゃ、こういう時は寿司食ったらって、寿司食ったぜってね。すごい忙しいのにすごいやって、うんうん、見たいけど固まってる。あら、固まってるんや。キロココさん、本当にいい方ですよね。うん、あの気のええ人ですよ。気のええ人でね、作家としても尊敬してますわ。キロちゃん、なんやかんや作家として腕ありますよ。めっちゃ上手。あの大立てでもなんでもないですけど、私が絶対そんなよいしょも大立てもしないからね。でもキロちゃんの腕は一発ですわ。あのハンドメイドよく見えないでしょ、わかんないでしょ。キロちゃんの作品をゆっくり見る機会ないかもしれないけど、私この目で見てきましたけど、すごいですよ彼女のクオリティは。作家としてのクオリティ素晴らしいですよ。本当にキロちゃんの、うん、持ってるオリジナリティとか技術って本当に素敵。あれはあれでなかなかの時間と労力をかけて作品作ってらっしゃいますよ。あれって言ったら悪いけど、キロちゃんは頑張り屋さん。会議してる時もずっと手が縫い物してます。編み物かしてますわ、会議中も。だから1分1秒縫ってたい、編んでたい。そう、私はもう会議の時は全然何もできてないですけど、キロちゃんは頑張り屋さん。ねえ、エミさん、ムツキさん、ペルトさん、寿司ネタでは何が一番好き？こないだ食べたやつ全部美味しかった。ムツキさん、どうしよう。でもサーモンが好きかな。サーモンと中トロとブリ、寒ブリ、寒ブリとハマチも好き。うん、アナゴも好き。でっかかった静岡のアナゴ、こんな長い。アナゴうまかった。もう一回行きたい、あそこ。セブンカラーさん、いちごの花柄、私のお気に入りのやつだ。そう、まあ覚えててくださってる、七色さん。私大好きですこの柄。なんかちょっとクラシックな感じの花柄大好き。あら、私は内ポケットストックがから始めてます。あら、みなぼうさん、私とドッキンコ戦。そのストックしたポケットよこしなよ、私が仕上げて返すからって、何の話。みんな、そんな、いいな、なんかそのさ、ポケットストックしとる人強いわな。いいな。エミさん、ベルトさん、ちゃんと寝てちゃんと食べてますか？うん、ちゃんと寝てちゃんと食べてる。私、朝はみんな子供ら行ってからこっそり二度寝したりしてますよ、昼まで。あ、いってらっしゃいませ。こーって寝て起きたら昼みたいな。なんか睡眠はとってますわ。でもリズムがおかしい。夜寝ないとね、2時3時になってきたね。よし、終わるぞ。うん、ありがとう。1時間になる。言うて1時間になるぞ。みんながこうやってたくさんコメントしてくださるから、ついつい手が止まらない。これが始まった。ひっくり返し祭りが。あかんな。やりだしたら止まらんやつや。調子ええな、今日。みゆきさん、すごい。東京の友達に送るマスクとマスクケース、2組やっと完成。週明けに送りますって、みゆきさんが。みゆきさんがほんと頑張っとるな。ほら、またマスクケースも作っとるやつ、えらいこっちゃお姉さん。いやー、頑張っとるわね。素敵やな。送ります。だって私も送るとこまで行かなあかんな。お前、発送どうせなあかん。発送祭りね。嬉しくて泣いちゃう。全然。ともこさん、泣くことない。でも私の方が嬉しくて泣いちゃう。ともこさん、一緒にいましょう。ずっと付き合ってください。私もエブリデイエブリタイムステイホームだよ。ずっと一緒にいてくださいね。私は1位サーモン、2位縁側、縁側3位タイかな。あんた大人やな。縁側とか大人やで。あんた、むつきさん大人やで。縁側とか食べると大人やで。あと20秒で終わり。販売会楽しみ。負けなしるだ。みなもさん、頑張って縫いますね。あー、終わっちゃう。アナゴ好き。早く寝てくださいね、フライング。 OK、 じゃあね、最後は読めんかった、ごめん。明日もいい一日になりますように。じゃんけんするよ。せーの、終わりの、じゃんけん、じゃんけん、グー。ありがとう。